こんにちは。台湾観光親善大使目指すマンです。台湾祭 in 幕張夜市が開催されます。そうなんですね。では簡単に内容を見ていきます。日程は11月18日からとなっております。終了日はいつなんですか？書いてないので断言はできないのですが、これらのイベントと同時開催と記載されておりまして、3月10日まで開催されるイベントがありますので、おそらく3月10日が終了日になると思います。なるほど。そして、開催場所は、イオンモール幕張新都心、豊砂公園特設会場、幕張夜市。入場料は無料。会場ではいつも通り台湾グルメを楽しめます。また、最近の開催では定番化している、台湾生ビールの提供もあるようです。ちょっとビールの季節は過ぎている気はしますけどね。確かに。あとはショッピングなども楽しめますということですね。最初の方でも触れましたが、他のイベントと同時開催ということで、いつも以上に楽しめるのではないかと思います。といったところで、この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。